一応これやらせてもらおう、こっち。じゃあ次のお客様どうぞ。まだ動画撮る前、ピラニアの寿命はですね、だいたい10年ぐらいと言われてまして、こっちで一番高のピラニアですけど、まだ2年ぐらいしか生きてないので、ピラニアで生きてから考えますと、だいたい10歳ぐらいのまだ若い個体になってます。あとまあピラニアのですね、下顎の方に注目していただきたいんですけど、ちょっとしゃくれているような感じになっているんですが、まあ、それの理由はですね、餌を噛んだ時に下の顎が発達しているので、肉を切り取りやすくするために、この下の顎がしゃくれていると言われています。はい、すみません、大変お待たせしました。お客様どうぞ。見える？エッチ。2人かね。そうね、こっちもね、お兄ちゃんとね、一緒にね、やろうか。じゃあ、竿持ってください。立てるかな？大丈夫？こっちないよね。2人で竿持ってね。見える？少しお待ちください。目まで顔が、これは前に持ってくる。今ちょっとこちらのお客様に代用意しますので、少々お待ちください。2回目のお客様にちょっと注意なんですけども、ちょっとさっきのですね、餌のやつでちょっとお客様びっくりしてしまってですね、もしかしたら餌さっきよりとは違わないかもしれません。すみません、失礼します。ご容赦ください。ピラニアですね、大変臆病な魚でして、ピラニアといえばですね、血の匂いに敏感で獰猛な危険な魚というイメージがあるかと思いますが、大変臆病な魚ですので、ちょっとびっくりして食べない可能性がございます。そこだけご了承ください。すでにちょっと近いかもしれないので、この位置ぐらいからお願いしてもいいですか。いいよ。はい、ピラニアがちょっとびっくりしてしまうかもしれないので、この位置からお願いします。見える？見とき見とき、じゃあ2人でやってみるか。はい、宮田君、準備大丈夫ですか？はい、じゃあこの辺からもう一度行かせていただきます。はい、いただきます。せーの、はい、どうぞ。コツとしてですね、もうちょっと沈めた方がいいかもしれないですね。このまま来るか、ちょっと待って。あ、そうそう、食べてるシーンよく見れますね。もうすぐに食べてくれて。どうですか、竿を引いてる感じありますか？あ、取れちゃった？あ、ごめん、取れちゃったね。ゆきちゃん、まだ取れてない。ゆきちゃん、もうちょい入れて大丈夫だよ。もう入んない。もう一度ちょっとこれで先だけ取れまっていいかな。ああ、大丈夫かい？食べない。さっきもちょっと話したんですけど、ピラニアちょっと臆病なお魚でして、今ですね、ちょっとたくさんのお客さんに見られて緊張してしまっていまして、ちょっと食べるのが遅くなってます。大丈夫、来てくれました。気づくとですね、上で行動しますので、連鎖してバクバク食べに行きます。宮本君、ちょっと誘導してもらっていいかい？肉なんでね、ちょっと湿気の方がですね、ちょっとこういう感じで誘導しながらですね、食べさせられるようにしたいんですけども、ちょっとどうかな。まだまだ食いつかない、反応がなかなかないですね。そしたらちょっとこの餌外そうか。ちょっと待ってね。でも結構食べてくれましたね。こんな感じで食べてくれました。おー、すごい。これちょっと入れておきますので、よいしょ、ちょっと竿返して食べるかもしれない。あ、そうですね、こんな感じで。ちょっとどうしてもワイヤーとかがついてると驚いてしまって食べなかったりするんですけど、やっぱり餌だけあるとこんな感じでよく食べてくれます。ありがとうございます。ちなみにこのピラニアについてちょっとお聞きしたいことあるお客様とか、なんか質問あるお客様いませんか？はい、どうぞ。なんか聞きたいことがあれば。聞きたいことあった？
だけどあげちゃった。なんかじゃあまた後で気になることあったら教えて。はい、どうぞ。